今ですね、スウェーデンのストックホルムにいます。でストックホルムのですね、ドロディカタン通りっていうね、中心の通りがあるんですけど、ストックホルムの中央駅のね、とこで、そこに今いるところです。ドロティンガタン、ちょっと発音しがたい。でそこの通りですね、かなり多くのお店があります。目抜き通りってことで、このね、人はかなり多いですね。日本なんかでも繁華街ってあると思うんですけどね、各都市に、まあ、そのと同じような感じですごく人が多いです。でここ H&M、 まあこのスウェーデンのね、日本であるユニクロみたいなところがね、このスウェーデンにあるんですけど、 H&M でね、ここにあります。でここをはじめとしていろんなお店があってですね、若者、主には若者ですね、ここは楽しんでいます。すごいね。